どうもこんにちは、瀬戸康史です。今日は12月4日金曜日の夜、撮ってるんですけれども、あのですね、差し入れ紹介をですね、私メインチャンネルでいつもやってたんですが、今日、皆さんにいただいた差し入れこちらです。ちょっとですね、ダンボール1個3個、ダンボール3個、はい、ダンボール3個になってしまいましてですね、僕が負けました。高3です。いや、あんなジャガイモ欲しいみたいな感じで出してたじゃないですか。ちょっと見くびってました、ね、ネットの人たちはちょっと見くびってました。すごい、もう思いはすごい伝わりましたね。ツイッターとかこう持ってきて、多分ジャガイモいっぱい入ってると思うんですけど、さすがにですね、もう私一人では持って帰っても食べきれない量になってしまったのでですね、もうここでちょっと、もう分かりましたと、高3 お手上げじゃないです。もうありがとうっていうことで、明日土曜日日曜日あと2日ありますけれども、ちょっと差し入れはですね、なんていうか、もうよっぽど持ってきたい人以外はちょっと、すいません、食べれないので、すいませんということで、もう慣れたけやめてほしい。いや、慣れたけやめてほしい。まあ簡単に言うと、そういうことですね。もう食い切れないくなっちゃってるんで、賞味期限とかもあるので、お手紙とか、そういうものなら、もういっぱい入るんで、そうですね、お手紙とかだったら全然受け取りますが、その食べ物系、あとトムヤンクンヌードルとか、その札幌ポテトとか芋とかももうあるんで、それも同じやつとかはもういっぱい溜まっても仕方ないので、お手紙だけでももらってくれる。お手紙だけでも、お手紙はいくらでも、いくらでもちゃんと読んでくれますか。読みます、読みます。読みます。なので、明日以降ですね、来られる方はですね、そんな感じということで、ちょっと大変なことになっちゃったので、はい、いや、すごいですね、ちょっとすごく、はい、もう俺持って帰れないんで今日すでに、そうですよね、はい、そうなっちゃったので、よろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。いや、でも嬉しいですよね。でも、いや、嬉しいことなんですけどね、ここまでなるとはちょっと予想してなかったんで、これ以上だと土日って千秋楽に今向かって上がっていきますから、もうこれがなったらどうなんだっていう。差し入れ紹介の動画出しちゃうからいけないんですよ。そうでももらっちゃうとこう紹介したくなっちゃうんですよね。気持ちはすごいわかります。ただそれをやってやっぱ皆さんも見てると、じゃあ瀬戸さんにあげようあげようってなっちゃって、それでちょっとこうもう山盛りになっちゃったんで、ちょっとそこだけ、はい、そうですね、じゃあ、はい、もうやめてくださいということで、はい、ちなみにスカッシュさんはじゃあどうなんですか。僕らはまだ大丈夫です。はい、スカッシュさんの差し入れ、僕らは差し入れもらっても大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん4人いるしね。そう、はい、もう多分トラックとかで送っちゃうんで、事務所でちょっと、でも期限がギリギリなのはやめてください。生もの系ですね。長くないとちょっと食べれないんで。そうですね、長めが、はい、そうです、ありがとうということで、じゃあ以上、差し入れたくさんありがとうございましたというお話でございました。また土曜日日曜日頑張ります。頑張ります。それではじゃあな。